かっこいいとは誰かが変わろうとする力だ。で、次は誰が変える？ギャッツビー。そうですね、あっち向きに走る。ちょっと頭を外して、はい、スタンドインの方は、そうですね、ちょっと練習で、はい。なんか、主体してやってました。ちょいだから動きをちょっとやるぐらいですか。
これは全然大丈夫。要は、ね、右手が全然動かない。こっちの方が右手が動かない。その後の、いけそう。あ、オレンラレーナー。いや。天井行った時。いや大変嬉しかったですね。やっぱりギャッツビーの CM すごく若い時というか10代の頃からかなり印象に残ってて大好きだったので、なんならそのこのお仕事始めてからもどんな CM やりたいのとか言われるとギャッツビーの CM やりたいですって言ってたぐらいだったんで、なんか本当になんて言うんでしょうね、念願かなってと言いますか、大変光栄です。一応ワイヤーで釣ってるんですけど、だからそのワイヤーの何ですかね、アクション部の方たちがついてくれるんですけど、もう全員ルローニの時から一緒にやってるスタッフなんで、もうルローニ剣心やってるのかなと思ってました。普段からそんなに動いてるわけじゃなかったんで、久々にあんなに走ったのでちょっと
今も太もも筋肉痛なんですけど、こうワイヤーとかチームワークだったりするんですよね。こうそのタイミングで上げてくれたりとか、だからチームプレーでした。そういう意味では本当いい仲間とできてよかったです。今回のテーマの誰かが変わろうとする力だとか、変わっていくってことがかっこいいってことだよねっていうことって、まあいわゆる流れとか流行りとか時代に乗っかっていくよりも、時代を作っていくやつが一番かっこいいよねってことだと思うんですけど、まあそういう人たちってどういう人たちなのかなって考えた時に、まあやっぱり自分のスタイルを確立してるというか、周りがどうこうじゃなくて自分がこれをかっこいいと思うからこうしていく、こう生きていくんだっていう人たちなのかなって思うので、まあもちろん自分もそうありたいと思いますし、自分の中で自分がなりたい自分になれるように、こう、まあ、生きていくのがまあかっこいいのかなと思います。